はい、こんにちは、マサです。僕はですね、今中国国際空港セントレアに来ております。そうですね、今回はですね、ここ中国国際空港からね、飛行機に乗るわけではなくて、小牧空港へ向かいたいと思います。小牧空港っていうのはね、その正式名称でね、県立名古屋空港と呼ばれているところなんですけれども、 ANA とか JAL は来ておりません。 FDA っていうね、富士ドリームエアラインズっていう静岡県の会社が持っている空港なんですけれども、そこからね、まあ、いろいろね、まだ修行の予定を組みたいと思うので、そこまで移動したいと思います。で、移動の仕方なんですけれども、セントリアから小牧空港までのバスとか、まあ、直通の電車っていうのは飛んでいないんですよね。なので行き方としましては、セントリアから名駅名古屋駅、そこからですね、バスに乗って行きたいと思います。まあ、それの、ね、行き方についてね、今回はね、紹介したいと思います。で、すでにね、切符も買っていまして、中部国際空港から名古屋までは890円だそうです。はい、そんな感じで本日もよろしくお願いいたします。ということでですね、特急岐阜行きに乗っていきたいと思います。後ろ2両はね、ミューということで、なんか特別車ですね、有料ですね、特急のサダみたいな感じの列車なんですけども、早速乗っていきたいと思います。セントリアから30分で名駅に到着します。座席に座らないで立っていきます。次は新舞子です。神戸にも舞子はあるんですけども、ここはね、名古屋は新舞子っていう感じです。この駅は尾張横須賀でございます。横須賀駅も神奈川県の地名が入っている駅でございます。名古屋市に入ると名鉄の本線ですね、豊橋とか岡崎とか、その辺から来た電車と合流します。この辺りはね、一瞬で線路が4本になるんですけれども、名古屋駅に着く前は再び2本になります。名古屋駅ってね、結構混雑してるんですけども、名鉄の方はね、その理由としまして、多数のね、方面から来る電車がたった2本の伏線となるからなんですよね。なので日中とかラッシュにかかわらず、常に電車が2分おきに来る行動となっております。なのである意味日本一忙しい駅なのかもしれません。はい、ということで到着いたしました、名鉄名古屋駅でございます。で、小牧空港行きのバスに関しては、どこから出ると近いかというと、このね、中央改札口から出ると近いようです。それでは行ってみようと思います。名鉄の名古屋駅はね、平日の昼にもかかわらず、昼間でもバンバンね、電車が来るので、まあ、さっさと抜けようかなと思います。怪しい専用ばっかりや。で、こっちに抜けると名鉄百貨店があるんですけども、ここのね、階段を抜けていきます。目の前にな、お花屋さんがあるので、そこをね、右に曲がるといいと思います。場所に関してはミッドランドスクエアっていうところの近くのバス停だそうです。まあね、動画の中でね、時刻表も載せると思うんですけれども、それをね、確認していただければ幸いです。あ、あれちゃう、あ、いかねえかな、やばい、あ、どうして間に合うのか。信号渡れていなかったら絶対に間に合いませんでした。なんとね、ペイペイが使えるっていうことで、そちらで支払うことにしました。名古屋駅を出てすぐね、高速道路に入りまして、小牧空港へ向かいます。結構ね、お客さん乗っていまして、窓側は全部埋まっているような感じでしたね。通路側にはね、スーツケースを置けるので、まあ、結構ね、快適だと思います。このバス実はね、小牧空港行きではなくて、愛知航空ミュージアム行きなので、ちょっとね、このバスで合ってるのかって分かりにくいんですけれども、まあね、航空ミュージアムって書いてるぐらいなので、なんとなく想像はつくんじゃないかなと感じています。右に旋回して、阪神高速と同じような感じで、環状線みたいな感じですね。まあ、高速使ってだいたい20分ぐらいですね。次のバスでは小牧空港ですね、僕の降りるところです。これ、ね、路線バスなのでピンポンと押さないと止まってくれないんですよね。結構降りる人も多いと思うんで、押す必要はないと思うんですけれども、まあ、みんなそんな気持ちでいたら誰も押さないんで、僕がね、もう押したって感じですね。はい、
はい、ということで県営名古屋空港に到着いたしました。もうドアトゥードアで大体1時間ぐらいですね。セントリアを14時47分のね特急電車に乗って今15時51分ぐらいなんですけれども、ガチで行って1時間ぐらい、1時間ちょいですね、それぐらいしかかからなかったので意外と近いかなって思いました。ただ今回は乗り換えがうまくいったパターンでバスの本数が結構少ないんですよね。1時間に2本とかなので、まあね、余裕を見てね2時間近くは見ておいた方がいいんじゃないかなと思いました。セントリアから小牧のねこの間はもう修行僧とかそういうのだけではなくて普通にね需要があることなんじゃないかなと思いました。名古屋からね小牧空港まで行かれる方も結構多かったですし、同じセントリアから小牧空港までね同じ方も見かけるのも多かったので、まあ、需要を感じるかなと思いました。はい、そんな感じでねこの辺で動画を終わりたいと思います。ちなみにねここではねワクチン接種会場もあるということで、非常にねワクチン接種にも力を入れている空港でございます。ご視聴いただきありがとうございました。それでは。